追悼企画、日本のロック、そしてゴスペル、二つの世界のパイオニア、小坂中の人生、パート2、そもそもゴスペルミュージックとは何か いことで先週は小坂忠さんソロアーティストとしてデビューするまでのお話をお届けしまして、はい、確かにこれ1971年の彼のソロデビューアルバムっていうのが実は関わったメンツ的に日本のロックの出発点ともいえる作品だったよと、まあ、そういう内容だったんですけれども、うん、今日はです、ね、このデビューアルバムをリリースした後のお話です。 まあ、日本語ロック黎明期のこのトリビア的な面白いエピソードが山ののよように実はあるんですよあこの方がですすこ方が例えば彼のライブ活動のために集められた若手のバンドメンバーたちっていうのが。 松任谷正隆さんをはじめとして後の日本の音楽シーンのこの屋台骨になっていく話とかあるいはその若手のバンドメンバーを細野晴臣さんに半ば奪われるような形になってしまって圧力が生まれちゃうとかね、えー、でも細野さんと仲直りしてその結果「放浪」という名盤が誕生するとかいろいろあるんですけど今日はその辺りの話は全部端折ります。な、はい、なぜなら 今日は小坂中さんのライフワークともいえるゴスペル音楽についいての話がしたいからなんですね前回お話ししたソロデビュー直後小坂中さんご結婚されまして赤ちゃんも生まれてますます音楽活動に邁進するというわけなんですけれども、うん、ところがこの4枚目のアルバム、えー、細野晴臣さんと作った4枚目のアルバムこれ大名版なんですが「放浪、うん」ホーーというアルバムこれをリリースした直後ですね、うん 大大変な大事故が起こります生まれたばかりの娘さんが沸騰したスープをひっくり返してしまったとかで、はい、全身大やけどを負うというそういう事故がありましてですね<ー>でこの事故をきっかけに小坂忠さんは娘さんのために教会で祈り始めるという、えー、それでキリスト教を信仰し始めるんですね。はい、でまあ洗礼を受けてクリスチャンになります。うんうん でちなみに娘さんはあのー、その後、無事回復しまして<あ>今、歌手としても活動されている方なんですけれども小坂中さん、キリスト教、えー、ですね洗礼を受けましてそうするとです、ね、クリスチャンになるとあちこちの教会からうちの教会に歌いに来てほしいと頼まれる。 ようになります<ー>、まあなんせレコードを出してるプロの歌手ですからねあ<ー>あの賛美歌を歌いに来てくださいよというふうに誘われるわけですよ頼まれるわけです、うん、で各地の教会側としてもレコードを出しているプロの歌手がうちの教会に歌いに来てくれるってなればまあ宣伝にもなるじゃないですか,、まあ、か人を集められるというかねところが小坂忠さん呼ばれるがままにあちこち全国各地の教会にこういざ行ってみますとまずまともな音響設備さえない<あ>であ まあ、ロックミュージックにそもそも親しんでる人もいないし教会の中にで、ねうん、でしかも小坂忠さん自身も、まあ、お茶の間レベルのヒット作があるかって言ったらそういうわけではないんで一部の若者の音楽ファンにはすごい人気でしたけども、うん、なので思ったよりお客さんも呼べなくて教会側から露骨になんかがっかりされるみたいなことがあったりとかで、えー <laughs> まあ、要はあんまりいい扱いを受けなかった。 たわけなんですよただ彼はへこたれることなくじゃあその日本における日本におけるゴスペルミュージッククリスチャンミュージック教会の中で歌われる音楽っていうのをもっと盛り上げたいっていう一心で、うん、ゴスペルルミューージック専門のレーベルをなんんと立ち上げるんです1970年代終盤の話なんですけれども、うん、当時の日本ではかなり珍しい試みだったと思うんですが。はい そもそもゴスペルミュージックとは何かという説明をちょっとしたいと思います、はい、しておかないといけないなとゴスペルって聞くとおそらくですけど皆さんあの「天使にラブソングを」っていうあのこの聖歌隊が足踏みして手拍子しながら熱唱するみたいな、うん、あの感じを思い浮かべる方多いと思いますけど、うん、実はあの雰囲気っていうのはあくまでも。 たくさんあるゴスペル音楽の一つの例に過ぎないんです。あれが一例なんですよあ、えーあの。天使にラブソングを的なゴスペルっていうのは正確に言うとブラックゴスペルというふうに呼ばれてきたもので、はい、つまりアフリカ系アメリカ人の音楽文化なんですね。はい、奴隷としてててアアメリリカカに連れれこられたアフのの方々っていうのが アメリカでキリスト教にもう半ばですね、うん、でその結果ヨーロッパに古くから伝わる賛美歌と、うん、アフリカにもともと伝わっているリズムの文化っていうのが融合されてで新しい音楽文化を彼らは教会の中で築いていったわけなんですけれどもそのブラック・ゴスペルっていうのが省略されて単にゴスペルと呼ぶようになったっていう感じなんですよ。えー、でそ,それが 音楽のジャンル名としししててすすっっかり定着してしまったわけですねということはですよ<ー>当然、はい、白人の方々白人のクリスチャンによって歌われる音楽もあるわけですよそっちをホワイトゴスペルと呼んで区別してきた経緯というか歴史があります<ー>ただゴスペルという言葉がブラックゴスペルの方を主に指す言葉として定着しちゃったこともあって。 その白人クリスチャンによるホワイトゴスペルという音楽は現在ではコンテンポラリークリスチャンミュージックなんていうふうに呼ばれるのが一般的になっているんですよ。うん、なので単にゴスペルっていうとやっぱりどうしても天使にラブソングを的な音楽を連想される方が国内外問わず多いということになるんですね。はい、ただここでちょっと えー、注意したいのがゴスペルっていう言葉自体ですよ、うん、これこう言葉一体何なのかっていうと本来の言葉の意味としては福音という意味です <noise> あの幸福の福に音ですね<ー>この福音っていうのはごく簡単に言えばまあキリスト教の教えというふうに言って差し支えないかと思います、はい、ガットスペル神の言葉から転じたとも言われていますけれども<ー>つまりですね誤解を恐れずにざっくり言ってしまえば キリスト教の教えであるとか、うん、聖書の内容について歌ってさえいればうん、うん、どんな音楽スタイルだろうとそれはゴスペルミュージックなわけです音楽のスタイルがヘビーメタルだろうがハードロックだろうがヒップホップだろうがとにかく 歌詞の内容が聖書の教えに沿ったものであればそれは福音を伝える音楽ということになりますからゴスペルミュージックと広い意味で言えるわけです。これはクリスチャンミュージックと言い換えてもいいです。クリスチャンの音楽ですからねえ福音の音楽あるいはキリスト教の音楽ということでゴスペルミュージックもしくはクリスチャンミュージックと。でこういう音楽っていうのは当然教会の中で信者の皆さんによって歌われるわけなんですけれども。 実はクリスチャンの人以外にキリスト教に興味を持ってもらうためのツールでもあるんですどういうことかっていうと、はい、流行りのポップスのサウンドに乗せて聖書の教えを歌えばよりキリスト教に親しみを持ってもらえる興味を持ってもらえるっていう側面もありますよね、はい、なので まあ、太古の昔から伝わる古い賛美歌だけじゃなくて今巷で流行ってる音楽にそういう歌詞の内容を載せるっていうのも結構重要なことだったりするわけですよ。はいはい、まあキリスト教における伝道師としての役割を音楽に担ってもらってるっていう側面があると思います。なので ゴスペルミュージックとかクリス,タクリスチャンミュージックとかって実はその時々巷で流行っている音楽と双子みたいな関係になっていることが歴史的に多くて<ー>唯一の違いはだから歌詞がキリスト教関連のことを歌ってるかどうかというだけで、うんはい、音楽的には本当にねそのいわゆる世俗ミュージックというか一般的なポピュラーミュージックと鏡みたいな関係というかコインの裏表みたいな関係にあるんですよ。 まあ、一般社会で世俗世界で流行ったものが教会の中でも当然流行りますしうん、うん、教会の中で逆に火がついたものが、えー、一般社会で流行るってこともあるでしょうしあ、うんまあ、古くはバッハの時代からお互いに影響を与え合って、えー、教会の内外で音楽文化っていうのは育ってきたわけなんですね。うん、だから 別にデスメタル風のゴスペルがあってもいいわけだし、うん、ヒップホップ風のゴスペルだってあり得るということですね。<ー>でなんといっても欧米諸国はやっぱりクリスチャンが圧倒的に多いじゃないですかはい、はい、なのでポップスとゴスペルの世界をアルバムごとに自在に行き来するアーティストっていうのも たくさんんいるんですよ、えー、例えばボブ・ディランとかエルヴィス・プレスリーなんかもゴスペルのアルバムたくさん出してますし、うん、あるいはソウルの世界だとこの音楽コラムでも取り上げたことありますアリサ・フランクリンだったりとか、うん、アル・グリーンとかサム・クックなんていうソウル こうソウルシンガーの大御所の一つたちもみんなゴスペルのアルバム出してるわけですよ、うん、つまり、えー、イエスのことについて歌ったアルバムを出してるわけですね、うん、それが彼らはその熱心なクリスチャンなもんですから、はい、聖書からインスピレーションを得て作品が でできててしまうっていううっいこととがそもそももあると思うんですよアーティストいろんなことにインスピレーションをもらって作品作りますから自分が信仰するキリスト教の教えからインスピレーションを得て曲ができるってことも当然あるでしょうし、うん、そして何よりポップスの世界で得た自分のネームバリューと音楽でもってイエスの教えをもっと広めたい。 それが自分の使命だっていうふうに思ってていいううふに思るわけですね信者としてのそういう熱い思いが根底にあるから<ー>そうやって「ゴスペル」のアルバムもリリースするわけなんですよ。<ー>でここで日本に話を戻しますとここ日本ではキリスト教の信者というのが実は人口の1%いくかいかないかという。 まあかなりマイナーな宗教と言わざるを得ないわけですね。はい、なのでうん、うん、ということはですよアメリカのようにお茶の間で流行った音楽のスタイルがそのまま教会の中で流行るとかその逆みたいなのもちょっと起こりづらいわけですね。あ<ー>世相を映す鏡ににははなり得ない状況が日本にはあるわけですよ、うん、ですので小坂忠さんはポップスの世界からキリスト教の世界に身を転じた時に一番最初にこのことを痛感するわけです。 日本では音楽に限らずかもしれませんけれども教会の外の世界での常識が教会の中では通用しないんだなということを彼は音楽の世界を通して感じるわけなんですよ。 だからその当時若者の間で流行り始めていたロックミュージックをやっても、うん、全然この反応が得られないわけですね日本の教会の中ではんこんなに閉鎖的で浮世離れしてたんじゃなかなか若い人にねこのキリスト教聖書の教えに対して興味持ってもらえないんじゃないかとうそういう危機感を彼は持つわけですよそこで自分はまず音楽の力でその壁を取っ払おうとするわけです。うんうん、彼が何をしたかととといいううミクタムレコードという ゴスペル音楽専門の会社レコード会社を立ち上げまして、はい、ゴスペル音楽クリスチャン音楽のシーンを盛り上げようと決意するわけですね何をしたかっていうと音楽家を育てるためのワークショップを教会の中でやったりとか、うん、海外で歌われるゴスペル音楽を研究したり翻訳したり、えー、あるいは、えー、普通のポップスのシーンで音楽シーンですでに活躍しているクリスチャンのミュージシャンをこう組織 立ててこう会合を開いてみたりとかね、そういう活動を70年代の終わり頃から始めていたと。もうだからこの世界でも彼はやっぱりパイオニアだったんですよ。でさらに彼は牧師さんになります。ですよね牧師さんって何なのかっていうとつまりまこれいろいろあの宗派によってもあると思いますけれども簡単に言うなら教会の責任者です。 なので一つのの教会を任されるるこことととになないうでですね<ー>なので彼は牧師さんになって地域ボランティア的な活動にも非常に力を入れますし、うん、あるいは世界各国を牧師さんとして飛び回ってさまざまな場所で自分が歌手ですから慰問演奏をしたりとか、うん、あるいは1万人規模の賛美歌集会を日本で成功させたりとか、うん、とにかく歌う牧師としてゴスペル音楽を広める活動にも尽力するわけですね。はい でその間の25年近くにわたって彼はポピュラー音楽での活動を全くしていませんでした<あ>なので、うん、まあ忙しかったんです,ねそうですよね、うん、なので一般的な音楽ファンからすると彼は70年代に名盤を残したきり音楽シーンから突然と姿を消してしまった伝説のシンガーみたいな扱いだったわけなんですよ、うん、ただ実はそのクリスチャンのそのキリスト教の 世界でものすごく音楽を広める活動を熱心にやられていた方なんですよ。で2000年に入りましてひょんなきっかけで旧友の細野晴臣さんたちのライブに久々にゲストでちょっと何曲か歌ったんですけど。はい それをきっかけに彼は改めてポピュラーこの2000年のライブ以降はゴスペルアルバムもリリースするしポップスのアルバムつまりキリスト教以外の歌を歌うという活動もアルバムも出したりと行ったり来たりっていう感じの活動をし始めましてですね <laughs> そそののりもねなんかそのアメリカのいわゆるソウルシンガーのレジェンドたちっていうのもさっき言ったようにポップスとゴスペルの世界行ったり来たりしてましたから、うん、その彼の生き様もね本当にそういう意味では日本一のソウルシンガーだったなと僕は思うんですけどね本日は2013年にリリースされました「小坂中の n o b o d y n o s というアルバムがございまして。 これはねもう厳密に言うとポップスのアルバムなのかゴスペルクリスチャンミュージックのアルバムなのかっていうのはもう線引きがもはやできないし<ー>線引きすることも意味ないようなそんなねなんかその彼にしかできない歌の世界観というのがあります。今日お聞きいただくのは「やり直せばいい」という曲なんですがパッと聞きシンプルな応援歌の歌詞に聞こえますけどよくよく聞いてみると。 聖書に出てくる人たちでさえ失敗をするみたいな表現があったりとかさりげなくこれゴスペルソングになってるんですねそんな絶妙な歌詞の世界のさじ加減も注意して聞いていただければと思います小坂中2013年の楽曲やり直せばいい。 お聞きいただいているのは小坂中2013年のアルバム nobody knows からやり直せばいいという曲でした、はい、なのでまあ聖書に出てくる人たちでさえ失敗は隠しをしないというような一節がありますけれどもここを除いたら、はいうん なんていうか普通の、ね、一般的なその応援歌というかね励ます歌というふうにも取れますしうん、うん、普通の恋愛に恋愛の歌に見えるものでもそのあなたっていうのがあイエスについて歌ってることなのかなっていうふうに思ったらそれはゴスペルソングだったりクリスチャンミュージックとも言えるしなのでまあ音楽なんでもそうですけど別に明確な線引きがあるわけではないんですよね、うん、受け取りる側にもよりますしね。うん